朝霧メープルファームは乳牛を使用しています。毎日13トンから15トンの牛乳を出荷しています。 LINE を仕事のコミュニケーションツールとして使ってたんですよ。まあ、友達と話している内容を間違えてこう従業員に送っちゃったりしたことがあって、あとセキュリティですね、機密情報を LINE でやり取りしているっていうのは本当にセキュリティに不安を感じていて、まあ、ビジネス版があればいいなと。今メープルファームは規模拡大を計画してるんですよ。でこれから従業員が15人からゆくゆくは100人まで増えるという中で、部門ごとの役割分担みたいなこともスムーズになるっていうようなことが紹介されてあったので、将来を見越してさらなるコミュニケーションのレベルアップを図りたいっていう思いがあった。会議のまとめを書いて、そこで話し合ったことを全体に広める役割として LINEWORKS の掲示板が使われています。ドライブに牧場内で使うマニュアルが保存されてて、今までパソコンの中にあったんですけど、このスマホで持ち歩いてどこでも見れるようになったので、それは非常に便利ですね。インターネットとかすごく苦手なタイプなので、なんか通信するものが増えたり、そのアプリを増やすとかっていうのが正直不安で面倒くさいなと思ってたんですけどLINE の中でグループを分けなくても、同じメープルファームっていう会社っていうグループの中にいろんな項目があるっていう風にすごく分かりやすくなったなっていうように感じます。改善のスピードとかスケジュール管理だとか意思の共有っていう部分で不十分だった部分がかなり補われた。全体的にスピード感が増したので、成長のスピードが上がったと。それと組織力が増した。でこれから人も集めなければいけないというところで、企業のブランディング化をしていかなければいけないと。アンケートを有効に活用したんですけど、メープルファームの社会的責任だとか社会的意義っていうことを従業員に考えてもらう、意見を聞くっていうようなこと自体が生まれてきたかなと。あと牛の異常を早く共有する。今まではその知らせ方がホワイトボードに書いてたんですよ。LINEWORKSを使って、この牛お産が始まっているので1時間後に様子を見てくださいっていうことを言うようになってから、全員が見逃しすることなくお産を気にするようになってくれて、でそれを始めて半年ぐらいで 10% だった死産率が今半分の 5% まで減りました。だから半分の子牛の命を救うことができたということで、本当に今うまくいったなって。